こなせば。なんて美味しそうな匂いなんでしょう。この匂いの元はこのお部屋の中からでしょうか。あ、いけないいけない、人の部屋を覗くなんてそんな不作法なことは。でも本当にいい匂い。やっぱり私我慢できません。おや、そこにいるのはレインですか？あ、アイリス様？どうしてこのようなところへ？ごめんなさい、気になることがあって。あなたが今食べようとしているものは何ですか？見たところ、私の知らない料理のようですが。あ、これはとんだお目汚しを。ああ、お恥ずかしい。恥ずかしい？どうしてですか？それは貴族仲間の高級ランチに飽きた時に内緒で庶民料理を調達して食べているなどとは口が裂けても言えませんね。ここは一つ簡潔に。興味本位で購入した安価な庶民の食べ物ですよ。庶民が食べるものなのですね。見たことがない理由が分かりました。丸くて赤いソースとチーズがかかってて、なんという料理なのですか？これはピザと申します。ピザですか？まあ、なんて可愛らしい響きなのでしょう。それにしても食欲を誘ういい匂いですね。本当に食欲を誘う。ちー、アイリス様、もしかしてお召し上がりになりたいとか？はい、とても。食べてみてもよろしいですか？ダメです。このようなものをアイリス様のお口に入れるわけには参りません。そんなこと言わずに、一切れだけでいいですから。いけません。お願いです。ダメです。もう、レインの意地悪。そのような顔をなさっても。ダメなものはダメです。庶民の食事をアイリス様に食べさせるなんて、クレア様にバレようものならこっぴどく叱られてしまいます。あら、クレアじゃありませんか。今ちょうどあなたの話をしていたところなんですよ。クレア様、違うですよ。これはいただきます。はっ、なんて美味しいのでしょう。トマトのソースとチーズの濃厚なハーモニー、パン生地ももちもちで、こんなに美味しいもの生まれて初めて食べました。クレア様なんてどこにもおられないじゃないですか。さてはアイリス様、わかりましたね。ごめんなさい。それよりももう一切れ食べてもいいですか？一切れだけでいいと言ったのはアイリス様ですよ。今度こそダメです。あら、誰かと思ったらクレアじゃありませんか。今レインとピザをいただいていたところなんですよ。クレア様ごめんなさい。私がついていながらとんだ失態を。アイリス様、一度ならず二度までも。なんて美味なのでしょうか。今日だけですよ。しまいには本当に怒られてしまいますから。おや？アイリス様？ん？どうかしましたか？少しじっとしていてください。お口の端にソースが。
はい、取れましたよ。ありがとう、レイン。それと、ピザ、とっても美味しかったです。いえいえ、どういたしまして。シェフに言えば、お城でもピザを作ってくれるかしら。作れるとは思いますが。ピザはやっぱりちゃんとした職人が作った方が美味しいと思います。今日食べたのはチーズとベーコンのピザですが、他にもシーフードやキノコを使ったのもあるんですよ。わあ、そんなに種類があるんですか。はい、それになんといってもピザは焼きたてが一番美味しいんです。庶民の料理も奥深いですね。ねえレイン、今度町に焼きたてのピザを食べに連れて行ってください。はい、もちろん喜んでお供いたしま…ってダメですよ。お城の外なんて絶対ダメです。まあそう言わずにね。私がクレアを説得するときにはあなたも力を貸してください。はあ、お城の外にはまだまだ私の知らない世界が広がっているのですね。どんな出会いが待っているのでしょうか。外の世界を見て回る日が今から待ち遠しいです。このスバ、メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスバ、近づいてますわ。どんどんピザの匂いが強くなってます。らっしゃいらっしゃい、オート名物のピザはいらんかね。ここです。お嬢ちゃん、ちょうどいいところに来たね。今なら焼きたてだよ。まあ焼きたて、私はなんと幸運なのでしょう。神に感謝しなくては。大げさな子だなって。あ、アイリス様。よく似てると言われますが別人です。そう、それもそうか。本物のアイリス様がこんなところに来るわけないものな。そうです。それよりもピザを一つくださいな。はいよ、毎度あり。そんじゃ代金は300万エリスな。なるほど、焼きたては通常よりも値が張るんですね。ちょっと待ってください。おっちゃんの冗談に付き合ってくれるのかい。面白いお嬢ちゃん。すみません、手持ちが200万エリスしかなく、これで買える分だけいただいてもよろしいですか。なんでそんな大金を受け取れねえよ。そうですよね、100万エリス足りませんものね。ですがあいにく今はこれ以上持ち合わせがなくて。いや、だからあれは単なる冗談で。あの、不足分の代わりはこれでどうでしょう。この腕は新品ではありませんが、一応材質はダイヤなので足しにはなるかと。ダイヤの腕輪だって。ジョちゃん、あんた一体。やっぱりダメですか。ピザは安価だと聞いて油断していました。もう少し持ってきていれば。とんでもねえ、むしろ大歓迎で。あれ、まさか本物のアイリス様じゃ。おい店主、お代はこちらが払う。3箱もらおうか。釣りは不要だ。レイン、クレアもどうしてここへ。どうしても何も、アイリス様を探してやってきたに決まっているじゃありませんか。なぜ、
内緒でお城を抜け出したりしたのですか？それはピザが。ピザ？やっぱりそうだったのですね。はあ、私のせいで。いいですか？今度から食べたくなったら私に言ってください。私が町へ出て買ってまいりますので。本当ですか？嬉しい。ありがとう、レイン。いえいえ、アイリス様がここまで食べたいとおっしゃるのです。それくらいいつでも。何を長々と話している？クレア様。アイリス様が城を抜け出したのは、レイン、貴様に原因があるのか？それは。おい、あんたらさっきからアイリス様って言ってるが、そのお嬢ちゃん、やっぱり本物の。ち、ここでは人目があるか。場所を移すぞ。この芝。さて、それでは説明してもらおうか。なぜアイリス様が城下に？申し訳ございません。すべては私の失態です。城下に興味を持たれたのは、私がアイリス様に庶民の料理を紹介したせいですから。罰なら私に。わかった。城に戻り次第処分を検討する。それまで。クレア、待ってください。すべては私が勝手にしたこと。レインは悪くないのです。ですが、レインはアイリス様を危険にさらしたも同然。このようなことを許せば、レインのためにも。どうしましょう。ものすごく怒ってるみたい。あ、そうだわ。はい、クレア。アイリス様、これは。ピザという庶民の料理です。クレアはこの素晴らしい食べ物を食べたことがありますか？祝祭の日の宮廷料理にも引けを取らない美味しさですよ。食べたことはありますが、下々の料理はアイリス様の口に。はい、クレア。あーん、あーんだなんて。そんなにかわいらしく口を開かれて。ほーら、あーん。どうですか？とっても美味しいでしょ？はい。あ、アイリス様の手から直接。なんという強行。まあ、そんなに美味しかったのですか？クレアならこの味、分かってくれると思っていました。もう一切れどうぞ。その代わりに、レインの処分ですが。レイン。以後、気をつけるように。ありがとう、クレア。それじゃあもう一切れ。あーん、あーん。幸せ。このそば。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。この芝。クエストなんてワクワクしますね。私も冒険者に見えるでしょうか？アイリス、俺たちは遠足に行くわけじゃない。クエストを舐めたらダメだ。今日の俺は厳しく行くぞ。はい、お兄様。いいか、クエストに出るってことはな、生きるか死ぬかの戦いに挑むっていうことだ。一度でも選択を間違えれば、次に待っているのは死だ。勇ましく戦いに出かけることは誰にでもできる。だがな、無事に帰ってくることができるものは。カズマが先輩風をビュービュー吹かせてますね。
失礼のないようにと出発前に伝えておいたのだが、まあアイリス様が楽しそうだからよしとしよう。ねえアイリス、今日のクエストの目的は覚えてる？はい、ワイバーンの討伐です。そうだ、ワイバーンだ。あいつらはドラゴンの一種だ。ドラゴンだぞ。半端な相手じゃない。私も話として聞いただけですが、多くの冒険者の方が命を落としている危険な魔物ですね。そうだ、冒険者だけじゃなく商人たちの馬車も襲われる。馬車が襲われれば人が死ぬだけじゃ済まない。民のためにも絶対に討伐しなければなりませんね。それにしてもワイバーン、見たことはありませんがさぞお強いのでしょうね。気合を入れ直します。おお、小さな体に闘志がみなぎっていますね。ねえ、本当にやるの？ワイバーン結構強いわよ。大丈夫だ、この私が命に変えてもアイリス様をお守りする。ダークネスは一撃を受けてみたいだけだろ。まったく、高難易度クエストだからってはしゃぐなよ。その言葉そっくりカズマにお返ししたいですね。アイリスがいるからとはしゃいでいるのはどちらですか？さあ行きましょう。邪悪なワイバーンを討伐しに。このスバ、俺が魔王軍の幹部と戦った時はな、それはもう何度も死の危険を感じたものだ。死の危険？視線をくぐるっていうのはああいうことを言うんだろうな。それを俺は何度も経験している。すごいです、お兄様。視線をくぐるどころか実際何度か死んでますけどね。アイリスがうなずくものだから気分が良くなってるのよ。なんだこの突風は。ワイバーンです。しかもあれはただのワイバーンではありません。上位種ですよ。上位種か。手待て待て、でかすぎるだろう。あれはさすがにまずい、一旦逃げて。エクステリオン。あれ、飛んだ邪魔が入りましたね。さあ進みましょう。ワイバーンと会うまでお話の続きをお願いします。あ、そうだな、ワイバーンに会うまで気を抜くんじゃないぞ。ワイバーンに会うまで。カズマさんたら、さっきまで逃げようとしてたのに。アイリスがあっさり倒しちゃったものだから、あれがワイバーンだったって言い出せなくなったのね。まあまあ、ワイバーンと対峙して無傷だっただけでもよしとしよう。それはそうですが、まったく、あれだけ吹かせていた先輩風はどこに行ったのでしょうね。そこ！ガイアがうるさい。お兄様、どうかしましたか？敵ですか？大丈夫だよ。何も起こってない。何も。そうですか。それならよかったです。それにしてもワイバーンってどれくらい強いのでしょうか？浮かれてはいけないと分かっているのですが、私、お兄様たちと一緒に背中を預けて戦うの楽しみです。このスバ、冒険の奇跡。